皆様こんにちは、マジセミキャストの中澤です。本日はご参加いただきましてありがとうございます。こんにちは、クラスメソッドの菊池と申します。コロナ禍に躍進した星野リゾートの IT 戦略、コストカットと事業拡大を両立する AWS 活用術ということでお話しさせていただきます。 AWS を事業に生かしていらっしゃる企業の代表としてですね、今回は星野リゾートの藤井様に事例をお話しいただきたいと思います。皆さんこんにちは、星野リゾートの藤井です。ここからは星野リゾートの事例についてお話しさせていただきます。2020年の星野リゾートなんですけれども、もう激動の始まりでした。と言いますのも、コロナですね、発生して、そこから大きく会社が変わってきました。かつての経験とは比べ物にならないほどのショックがあり、もう経営状況は一気に縮小モードになりました。そんな中でもですね、私たちがまずやったのはコストカット対策ですね。稼働が上がらなくても、やっぱ経営を続けるためには固定費を下げることしかないんですよね。まあ、簡単にやったことは4つですね。まあ、1つはクラウドサービスの適切な利用で、そして機能の重複したサービスはどんどん廃止するし、コストパフォーマンスの悪いサーバー、場合によっては良いサービスがあったらそれに置き換えるということをやってきました。まあ、もちろんAWS の利用費もコストカットの対象ですね。例えばどういうことをしたかというと、まあ、サーバー起動時間の見直しですね。これはテスト環境なので何時まで動かすべきなのかとか、すべて見直しました。で、またですね、まあ、不要なデータですね、長年運用していくとですね、不要なデータが蓄積されていて、それがコストに影響が出てきたっていうのも分かりました。で、またインスタンスタイプですね、それを新しいものに置き換えるだけでもコストが縮小されるということになります。で、まずやってみたところ、まあ、それで 13% ですね、削減に成功することができました。ただですね、まあ、もっと下げれないかというのを、まあ、言われました。で、まあ、私自身やっぱ正直限界があったんですね。そんな時に出会ったのが、まあ、クラスメソッドさんです。コストのそのサービスの診断とかですね、改善を無料で引き受けてくれるっていうお話がありまして、そこに乗っかった形ですね。コロナで躍進できた、秘訣って何なのかというのを少しお話したいと思います。で、もうやったことはシンプルです。大きく2つですね。コストを削減し、投資できる余力を蓄える。そして世の中の状況に合わせて素早く対応していくっていうことをやってきてます。もうこのコロナの状況って変わっていかないことには私たちは生き残れない、そういう時になってます。で、そのために既存システムをもう捨てられるのはどんどん捨てるし、そして新たに作った方が安ければそれをもうすぐに作る。そういうことで予算を確保してきました。で、この予算を確保したからこそ新しい挑戦ができるんですよね。で、この新しい挑戦ができることで、また、コストがどん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 良くなっていく、そういう世界を作り上げてきました。弊社のクラスメソッドメンバーズとは、初期費用、月額費用ともに無償で 5% 以上の AWS 利用費の割引、またエンタープライズ相当の無償のテクニカルサポート、またクラウド保険等々をお使いいただけるようにご支援させていただくサービスとなっております。